んにちは、カンノです。今日はね、とってもいい天気です。ですね、それで、まずはね、何を今日はお伝えしようかということなんですけれども、オリジナルタオルのね、プリントの方法、これをね、ちょっと説明させていただきたいと思います。2種類あるんですよね、実はオリジナルタオルを作る場合。この、染料プリントっていう方法と、顔料プリントっていうですね、この2種類の方法があります。で、どう違うかということなんですけども、染料プリント、これはですね、どういうことかというと、生地のね、糸の中に染料をどんどん、染み込ませていきながら、綿本来の風合いを保ったままプリントする、そういう形なんですね。なので、非常に柔らかいですね。で、高級な、プリントのタオルっていうのはほとんどこの染料プリントを使います。で、もう一つの顔料プリントなんですけども、これはですね、デザインですね、この衣装を重視した場合ですね、細かいデザインとか出しやすいんですね。あの、染料は染み込ませて、プリントするって言ってましたけども、顔料の方は表面にこう顔料インクを乗せて表現するみたいな形なんですね。ということは中まで染み込んでないんで、たくさんこのインクをつけるとちょっとガサガサガサつく。ただやっぱり細かいデザインの場合は非常にこれが向いてますのでね、この辺の使い分けが大事なんですね。あんまりだからたくさんのインクを使わなかったら顔料の方が綺麗に上がることもあるんですね。逆に染料だったら全然この細かいデザインは出ないけども顔料が出るとかね、そういうふうなことが考えられたりとかできますので、その辺ね、やっぱり細かいデザインに対してこのプリントがいい悪いっていうのは我々やっぱりプロにね、相談いただくのが一番間違いないですね。なのでまずぜひね、その辺のあれですね、どういったプリントがいいかっていうのはまず我々に問い合わせていただいて、それから進むと、そういうのが一番ベストのデザインの付け方かなと、そのように思いますので、またぜひ聞いてみてください。よろしくお願いいたします。